はい、おはようございます。10月3日朝5時48分の相場解説になりますけども、まあ私のね考えた通りに動いてくれておりますね。ここがドーンと下がってます。あ、すいません、これデイリーですね。デイリーはこのような流れを書いて、こういう風に飛び出たんですけども、結局トレンドの方向に戻っていくという形ですよね。いつものパターンですね。で、次4時間足なんですが、4時間足、ほらね、2つに分かれて下がってますよね。ここで一旦止まったんだけども、下がったところと下がったところと出ています。1時間になるとすごく顕著でですね、昨日相場解説終わったのここだと思います。下がってですね、組み上げてまた下がるみたいな感じでした。急落があるよ、急落があるよっつってきて、こっちで組み上げてね、もう一回急落があると。ですんでこれを合わせて急落ですね。N の形を取ってると思いますけども、当然ですけども、ここを割った時にエントリーということですよね。まあ、ですんで107円の650あたりから入れたら上場かなと思います。そして離脱するのが1回、陰線が出たところなんで、ここですね、陰線出てますよね。ここで陰線が出たらもう撤退ですよ。ここで2本目の陰線で撤退ですから、107円の180あたりでエグジットができてるんじゃないかなと思います。さあ、今週始まってですね、3日になりましたけども、今週は結構利益が取りやすい1週間になりましたね。先週から、ずっと買いがね、収まって売りになるよってことをお話したんで、取れた方も多いんじゃないかなと思いますよね。こういうふうに毎日毎日利益を取れる力をつけていくのが大切です。で、速稼塾プレミアム、中丸トレーダーのね、プレミアムの方も24回分割まで可能になりましたので、FX をしっかり学びたい方は、まあ私のね、この相場解説も見てれば勝てるようになります。なるんですけども、もっと早く勝ちたい方とかね、本当に力をつけたい方、勝ち負けだけじゃなくて投資をし学びたい方っていうのは、中丸トレーダーの速稼塾プレミアムセカンド、こちらの方をご検討いただければと思います。まあ、本日は以上です。ちょっとね、当たりすぎたんで一旦気を抜くために、木金今週を取引しない方向で見ていくだけにしようかと思います。それでは失礼します。